5 11.21稽古21車内南海港11.21軽客車とは南海電気鉄道の工作線極楽橋駅、高野山駅で運行していたケーブルカーの車両。1964年に増加する下記輸送需要及び翌年に控えていた高野山。 改装船150年記念大放映に対応すべく、巻紙機と地上設備の更新を行うとともに新造されたケーブルカーである。山上が子11系、山下が小21型となっている。二両固定編成を組み、小11個21、小12個22の2編成がある。一両の定員は130名で、17メートル級4両編成の2万、系。 高野豪の乗客全員を輸送できる能力を持つ。また、ケーブルカーでは初めて電気式自動扉が採用されている。塗装は当初に万系と同一の塗り分けであったが、1983年に3万系と同一のものに変更されている。運転中、日本語と英語、及びフランス語の自動放送により、世界遺産、高野山の観光案内などが流れるようになっている。 2015年4月現在、歴代の同社工作戦車両としては、使用年数が約50年と最も長い。単一車で、高野山の周年記念大放への輸送を2度担当することになり、2015年の改装1200年記念、大放へ輸送に従事するにあたって、前回よりも外国人訪問客の大幅な増加が見込まれることもあり、放映期間に先駆けて、 車内のリニューアルを施行した。2014年3月に座席モケットがこれまでの赤字のものから高野山の地形が8蓮用の蓮の花に似ていることにちなみ蓮の葉をイメージした明るい緑地にピンクの花柄模様をあしらったものに交換された。また2015年3月1日より車両両側先頭の頭上にワイド画面タイプの液晶ディスプレイ車内。 案内表示装置を設置した。この案内装置は日本語、英語、フランス語の各言語の文字案内を担当しており、ドアの開閉予告など、普通鉄道車両に近年見られるような車内案内が可能である。なお、南海では同年秋に南海本線で運行を開始した8300系や5万系のリニューアルにおいても液晶ディスプレイ車内案内装置の導入を 予定しているが、同社はそれらに先駆け、南海では初めてとなる、液晶ディスプレイ車内案内装置の設置車両となった。2018年までの54年間にわたり、運用されてきたが、設備更新工事と心臓車両の N10.20、軽導入に伴い、11月25日をもって引退した。普通路線の一般車両においても過去に使用してきた、モケット色。 高野花鉄道ケーブルカーのシートを張り替えました。ナッツ2015年4月号より南海の路線内を走行する車両に条件を広げれば、すでに、千北高速鉄道より乗り入れる7020系に設置済みである高野山ケーブルカーの心臓及びそれに伴うバス代行輸送について、南海電鉄2018年4月18日閲覧、南海 高野さん三代目ケーブルカーがラストラン購入者2018年11月26日閲覧ありがとうございます